ちょっと無理。今回は信長の野望神聖パワーアップキット実況していくんだぜ。前回は武田家と海戦し、不慮の事故で三好家とも海戦してしまったところまで。まあ、あれは事故だよな。回避できた事故ではあるけど。ヒヤリハットと危険予知が不足していたか。東海方面から攻めれば接触する危険性はどこよりも高いよな。相手の北陸方面が良かったかもな。北陸、信濃、東海の3つの中で隣接確率が一番低いのは北陸だからな。少し判断を見誤ったかもな。それと三好家の対応はどうするの？できれば反撃はしたくないんだぜ。九州は見れてないが島津家がかなり押されてるから。三好家も崩れたら西は毛利家が制圧する可能性すら出てくるんだぜ。そうなると少し面倒かな。東よりも悲惨なことになるかもなんだぜ。無抵抗で行くしかないか。今回の最下城は特にな。他に来るようなら防衛はするが反撃はしない方針で行くんだぜ。消極的だけど仕方ないか。とにかく今は武田家だからな。とにかく信濃と飛騨の制圧を目指す。北陸方面は赤鬼再出陣時に攻略していくんだぜ。その前に行きたいところもあるけど。戦となる武人を。でも、なんだかんだで苦戦してる気が。武田家を野戦撃破するのはなかなかに骨が折れるか。お指図を頂戴し、なんとかなりそうな気配はしてるけど。素晴らしい。安在。不可思城はなんとか攻略できそう。敵を撃破して。見かけたぞ。攻略。ソック島城と桜子ら城の攻略には失敗したんだよな。北陸からの援軍がしんどかった。楽山寺さんは能力でいけるけど、ダメと。滅ぼせばなんとかなるだろう。最下城は勝家一人で頑張ってたけど、向こうにはまだ守りきれず。10万近くを一人では無理だよな。ここで止まればまだ許してやろう。まだ交渉は無理そうだな。毛利家に利するだけだからなんとかしたいんだが。攻撃色は消えたな。最下城だけで満足したか。またかこの野郎。前線でめちゃくちゃ先導されているな。気力高めの武将が多いんだろうな。軍団規模ではないからまだいいかもだけどな。大規模先導されたら切れるしかないな。もう切れかけだけどな。北条家が武田家に対して大攻勢に出てる。岩殿城と鴨原城は仕方ないにしても国峰城と箕輪城は抑えたいな。となればツツジヶ崎館攻略しての北条戦、二空山に頼るしかない。かなりの長距離行軍になるが、腰兵糧が少しでもあれば戦えるから。北条家と停戦してる間になんとかするか。同盟結べるかはまだ怪しいし。ここで元服。どうせまともなのはやばいの来たし。血気がないのか。もう少し遅かったら使えなかったとか。自薬は62万にしておけよな。また娘。あれ、何人目だ。もう3人目じゃない。赤鬼さんは子だくさんと。ほんとそう思う。いつか返す。出てると思うくらいに。同じように先導を食らう。マジで切れる異病前なんだぜ。そろそろマジでヤバいよな。そして、ゴンの大納言に就任したけど、まさかの先がない。誰が止めてやがるんだ。七並べで止められた気分。クキさんはいい加減他に行け。宇治安か。ということはお亡くなりになれば先は開くわけだな。もうじきだな。信玄ももうじきだし、下は来てないから安心して取れそうだな。左大臣は誰にも渡さないんだぜ。鴨原城は落ちたけど、国峰城と箕輪城は持ちこたえたみたい。むしろこの状況で落とせないとかどういうことなんだ。北条家も数だけなのかも。腰兵糧がカツカツなのか。ようやく攻城戦にこぎつけた。なんとか間に合ったな。なんとかするしかない。赤鬼さんが参戦できてなかったんだな。完全にボンミス。何度目かの羊ヶ崎館な気がするけど、正直全く覚えてないな。ここに来るまでに何度も攻城戦やってきたのもあるしな。今日を一つ一つ覚えてるのは不可能だからな。そして、式がやばいので早く設備を破壊せねば。武田家も備えができてないから設備の数が少ないんだぜ。
その少ない設備を早く破壊しろと。指示は出してはいるけどな。一つ目破壊。これで少し士気が回復したな。もっと欲しいところだけどな。他も破壊中だから時期に戦果報告が上がるだろう。二つ目。そろそろ縄文を狙わねばならんか。ちょっと攻めづらそうな縄文だけど。変なところに設備があるし。あれも破壊しに行かねばな。三つ目破壊。これで引きの心配はほぼなくなったな。あとは縄文からの本末破壊だな。信玄を討ち取ってもいいんだけどな。すでに縄文前での戦いが。中央でも準備を進めていくんだぜ。敵戦力を分散させないとな。なんかよくわかんないことになってる。気にしたらダメだな。右側で戦果が上がらない中。この戦場に示さん。お指図願います。この軍略にて勝機をつかみ取ります。中央では順調に戦果を上げていく。残り6000程度、いけるな。どうせここ攻略したら終わりだから損害度外視で攻めまくれ。北条家と同盟が結べるかは怪しいところだけどな。結べると信じるしかない。もう少し竹だけを叩いておきたいしな。あと1年あればってところだな。みんな、行きますよ。軍隊撃破。武将が足りないということはないから任命できるか。早い段階で制圧してたってことだな。無抵抗で破壊してたので中央が先に突破した。このまま本丸を攻めて動揺させていこうじゃないか。右でも縄文を破壊。あとは本丸にこもる神殿を撃つだけか。今さら設備を破壊。完全に式が問題なくなったから助かるんだぜ。ちょっとだけ粘られたけど問題なく本丸を制圧。もう興味はどこまで威風が広がるかだな。無傷な城が増えれば嬉しいけど。勝ち戦ぞ。勝ちの気を上げるのだ。まあこんなもん的な存在。半分程度ならいい方かもな。ここからは気になる工場戦 F さんのコーナー。どこまで届く？越後まで行かないかな。音に聞こえる。どこまで行った？北側メインだけど山もあるからな。まだ落ちてない基礎福島城。なんたることぞ。これはカズラを城まで届いたのか。あ、ツツジヶ崎館攻略忘れてた。敵が勝。また戦敵しなきゃない。大変さ。もう作業的に進めていくしかないんだぜ。決起持ちはいません。あとは能力だな。うん、なんか微妙な人たちが。犬飼さんと花輪さんだな。花輪さんは久しぶりだな。久しぶりに九州戦線。島漬けはよく持ちこたえてる方だな。北九州を失ったらかなり厳しくなりそうだけど。三好家の動き次第という気もするな。毛利家攻めてくれればいいけど。今こっち相手に赤くなっているからな。それはいいから。その報告を待っていたんだぜ。なんとかなったな。ないお金で貢ぎ物とか買ったしな。そこまでして結んだ同盟ということだな。期限は今回か次回で終わりだけどな。絆が固く結ばれたな。北条家と結べたことでさらに東を飛行するべく漁場を岐阜城に移す。一揆が起きてるな。これで大丈夫と言いたいが、もっと東に移転しないな。北条家だけじゃなく東北も見越すってことだな。まだまだ先だがな。次の戦いの準備のために。まずは美濃は城なんだぜ。信濃州を動員して攻めてる。よろしいです。結構時間がかかったけど退けたぞ。美濃は城も攻略成功。これで関東へ殴り込む準備はできたな。関東は伊風京さんの活躍次第でなんとでもなるからな。それで一気に飛ばせれば楽なんだけどな。北条家に攻められて大変だと思うけど、今度はうちが北陸を攻めるんだぜ。一気に武田家を追い詰めていかねば。
東北での戦いも激化しているのか。見れてないから多分な。でも武田家が崩れればさらに進みそうな気もする。お許しまた戦闘。これは切れちまったかもしれないな。お許し金山城でも許してやれる寛大な気持ちは消え失せたんだぜ。北条家が沼田城経由で北に向かってやがる。うちが北陸に向かっているのを見ての行動か。妨害する気満々だな。となれば春日山城を取れるか否かが勝負になるな。今方うちらが行くのは厳しそうだけど、すでに弱体化してる武田家にはこの程度が限界か。もう越後とその付近だけになってるからほぼ上杉家なんだよな。地なのからかい、越後を制して東北まで手を伸ばした勢力とは思えないな。武田家の打開速度は異常な気がする。毎回毎回な。できれば威風中山くらいが欲しかったけど、弱酸で我慢する。怒られないといいけどな。弱酸は優しいから。これでお山お坊は簡単に抜けるな。一気に越中との統制圧しないと。別動隊は飛騨も攻略予定なんだぜ。今度は信濃で戦闘だ。深信など一条なのに結構被害出てた気が。もう我慢ならん。武田家の武将は全員ぶった切る。ああ、怒らせちゃった。一応対象武将だけは確認するけど、里見義高さん、さようなら。ただだ、結構武将は増えたんだよな。全部の城に城主を配置できるほどにはな。そうなればもういらなくないか。いらないということは全員切る。武田家はな、そこは別にして、すでに能力での選別は不要ではないのかと思ってな。諸子貫徹モードで血気持ちオンリーにしていくってこと。今後の採用をな。最低限の武将がいればなんとかなるからいいんじゃない。では、ここからは血気持ちのみ採用可能に変更するんだぜ。ちなみに過去に間違えて登用した武将は次回以降消えてると思うのでお察ししてほしいんだぜ。そんなに数はいないはずだけど、誰が対象か忘れてしまっている可能性はなきにしもあらずなんだぜ。このまま行けば春日山城までたどり着けそうかな。婦人を始めなさい。武田家攻めに集中したいのにまた来やがった。今度は14万だと。ほぼ全力じゃない。毛利家に援軍を頼むか。焼け石に水感はあるけど、あとうちが10万ほど用意すればいいということだろ。各城に総動員をかけるか。赤鬼が迎えないから合戦での撃破は無理だが、できたら機内の城はほぼ取れそうな気もする。腹が立つ本願寺とかも滅ぼせるかもな。それはあるかも。三木城下で戦っても勝てないと思うので、水着は防衛というかとにかく突撃するんだぜ。無謀とも言える戦い方だけど、足止めすれば兵糧も減るしな。1日1日勝利に近づいているということだな。さらに伊勢や伊賀の城にも動員をかけ、近場の城を襲うよう指示を出してあるんだぜ。攻めるどころじゃなくするわけだな。そういうことなんだぜ。少しでも守れば攻めてくる兵は減るからな。ならどんどん暴れさせるしかない。問題は出陣とともに内政ができなくなることなんだぜ。国高も商用も上がらぬ厳しさ。未だに城下施設は主導だしな。激しい消耗戦が繰り広げられてる。質ではこちらが圧倒的に負けているから、どんどんやられていっているんだぜ。強撃態勢をと思ったけど、野戦でそこまで高度なことをできる余裕はないんだぜ。それにどっちかが吹き飛ぶからまともに強撃できないと思うしな。それはあるかもな。まだやってくるか。お前らにはもっと他にするべきことがあるだろ。戦闘や焼き討ちとかばっかやらずにな。退くしかあるまい。ええよ、声を上げろ。福島城攻略。勝家と利家にかかればといったところだな。速攻で初段。対象外は瞬殺なんだぜ。城を制したぞ。続いて増山城攻略。これで次の敵とは同盟を結ぶ必要がなくなったな。一気にいけそうだな。まあ、持ちこたえるだけの力はもうないだろうな。東側では嫌がらせ作戦を発動中。城を空にする方が悪いんだぜ。なんだと。鬼野さんが討ち死にした。うちの連中のことを思えば今までなかったのが不思議なところだな。みんな好き勝手に暴れてたわけだからな。
敵将を捕らえたわ。勢い余って三好家の武将まで切ってしまった。さらにお山を棒に定期発生。もう何が何だかといったところだな。とにかく城を取れば勝ちだと思うことにする。さくらこら城攻略、ようやく攻略したか。少し時間がかかりすぎたかもな。飛騨なんかもう少し早く制圧しておきたかったんだぜ。北陸方面にも抜けていけるからな。我が策の前に敵はついえ。そろそろ苦しくなりつつあるかな。悲観的になってきている仲間。津波城攻略、このまま行けば春日山城決戦も近いな。攻略しても旨味は少なそうだけど、北条家に全部取られそうだしな。真田勢を撃破して捕まえたのは即処断。我が道そして富山城も攻略。これで今回の目標はあと城一つだな。あとは七尾城を攻略すれば歴城では毛利勢が壊滅だが、三好家も兵が枯渇してきてないか。そうでもないようなあるような。各所で城を攻めた効果は出ているか。一応動揺はしてそうなら十分に効果は上がっているな。北条家に負けないように急げよう。東北方面を攻めずに越後を固めてくるとはな。器が大きいな。ここでついに三好家が力尽きた。守ろうと思えば守れるものだな。正直ダメだと思ってた。物量でなんとかなるということだな。全部が全部硬いな。魚津城攻略だ。これで七尾城を攻略すれば北陸第一次遠征は終わりだな。七尾城もなんとか攻略。腰兵糧が真っ赤だな。松波城攻略して急遽参戦だったからな。メインじゃないけど海陸の城に苦戦してる。援軍を送ったから問題ないと思うが。攻略できた。こんなところを馬場さんに任せるなよな。もっと有意義な戦場は用意できただろうに。うん、決起はないから皆さんさようなら。というわけで、早くも武田家征伐が一段落しそうなところで今回はここまで。ご視聴ありがとうなんだぜ。